ではこれで。あれ都の名前はあれはあの石原さんにも話はしますけども繰り返し言ってますけど府と市が合わさって、1943年に都になったわけで、まあ、ただやっぱり石原代表は文学者ですから言葉のなんていうんですかねその響きとかそういうところに重きを置かれるのでやっぱり都っていうのは天皇陛下がいらっしゃる場所というところのこだわりが石原代表はありますけども行政的に理屈で考えていけばこの東京都の都はですね、その都という意味ではなくて、首都という意味ではなくてですね、まあ、当時の府と市が合わさってできた新しい行政体が都であってそれまで、天皇陛下がもう東京に、いらっしゃった時も1943年までは東京府だったんですからだから天皇陛下とこの行政体としての都っていうのは全く関係ないということが行政上の理屈なので、まあ、そういうことで石原代表にきちっと説明をしていきたいと思っています。